特艦小僧、1923年10月横浜生まれ。特艦小僧こと、青木富夫はやんちゃな子供で蒲田の撮影所で遊んでいるところを、小津安二郎監督の目に留まり、小津の映画でデビューした。青木自身は子役としての演技経験もなく、ズブの素人で、そこがすごく自然体であり、小津に気に入られた理由であった。そして青木にとって大衆の注目を集めた作品が、特艦小僧、であった。以降、青木は、 この当時子役として人気のあった高峰秀子と人気を二分するほどの子役スターとなり、1930年だけでも10本以上のサイレント映画に出演した。青木は晩年、インタビューで、なぜ、小津さんや斎藤寅次郎監督が自分を好んで起用してくれたのかという質問で、それは自分が型にはまらない演技経験のない子役だったから、気に入られたのだと言っていたのが印象に残った。青木にとって1930年代は、子役スターとしてトップクラスとなり、 数々の映画作品で活躍した時代であった。やがて、時代は1940年代となり、戦況悪化に伴い、1942年に青木も王将され、南方戦線に送られ従軍し、1946年に復員した。青木にとっての前半期は、学業そっちのけで、映画に子役出演し、その後、中国に渡って北京の川北交通に勤務していた。そして、そこで王将されたのである。彼にとって戦前は子役スターとしての黄金期であり、 そこに戦争が挟み、戦後は松竹大船に戻り、俳優として活動するが、すでに子役時代の少年は青年となり、その輝きは薄れ、撮影所で小津康二郎にも気にかけてもらうものの、青木を映画で起用することはなかった。彼は子供自分からお世話になった松竹を退社し、日活に入社した。日活で石原裕次郎が飛ぶ鳥を落とす勢いで、みなぎる若さで、次から次へとヒット作を連発する、そんな映画黄金期時代であった。 彼がその昔、子役スターで人気があったことすら、ほぼ忘れ去られているかのような扱われぶりであった。日活では今村翔平監督や川島雄三、市川魂といった名だたる監督作品の映画にも起用されるが、本領が発揮されたのは、どうやら子役時代だけであったようだ。彼も子役から大人の俳優としての階段を踏み外してしまった一人となった。しかし、俳優としての、その後の資質はともかく、青木は芸能プロダクションに携わり、 企画専務取締役となり、1955年にはめでたく結婚した。そんな子役時代の頃彼の人気にあやかり、松竹は1935年に爆弾小僧こと横山純を売り出した。松竹はこの二人を共演させることで人気を競う手はずでいた。特貫小僧がオズに気に入られるように横山も清水博監督のお気に入りとなり、特貫小僧の次なる子役スターとして活躍したが、 その後、青木が日活映画へ移籍する中、横山は1952年の松竹の出演映画を最後に芸能界を退く。一方、名子役の一人として忘れられない子役スターが菅原秀夫であった。彼は青木のいたずら小僧ぶりとは対照的な山の手の優等生で彼が貧困法制で礼儀正しい少年を演じれば演じるほど、特貫小僧の悪たれぶりが逆に生えたりしたものであった。ただ菅原は優等生役ばかりで役の伸びしろが伸びずに、 その後は脇役に転じた印象が残った。子役というのは、いつの時代にもこのように重宝がられる存在ではあるが、なかなか少年から大人向けの映画で大成されるのは至難といったらいいのであろうか。そんな特貫小僧と彼らを取り巻く多くの子役俳優たちも、成長するにつれて、用済みとなり使い捨てられてしまったかのようだ。彼ら彼女たちが、その後どのような人生を送ったのかは、 知る由もないが、彼らの多くはこうして映画愛好家たちの語り草となっていることだろうと思う。そして、特艦小僧こと青木富雄も2004年に1月に病気のため死去したことが伝えられた。